皆さんこんにちは、ゆかです。2023年の年末に夫とこちらの温泉旅館に宿泊しました。温泉や食事、雰囲気などとても良かったので皆さんにご紹介したいと思います。箱根から運んできた温泉に入れる都内では珍しい旅館です。今回私たちが宿泊した遊園別邸大田は大田駅または下北沢駅から徒歩で行くことができます。同じ系列の旅館が新宿にもあります。ね、温泉旅館。和室が別室であるのいいね。ここが洗面所。かわいいコップが木だ。お茶セットがありますね。煎茶とほうじ茶、美味しそう。これは帯と靴下でしょ。さて、そろそろお腹が空いてきたので夕食を食べに行きましょう。今回私たちは併設のレストラン月影を事前に予約していました。こちらで季節のお料理とすき焼きをいただきます。茶師絨毯の玉露。かわいいね。鶴？うん、この時はちょうど12月の中旬で、私も夫も年末にかけて仕事が忙しくなる前のタイミングでした。これから年末に向けて仕事を頑張るためのご褒美という感じで宿泊してきました。こちらのすき焼きは東京青ヶ島産の黒毛和牛を使っています。青ヶ島って私は初めて聞いたんですけれど、このようなまるでゲームの中に出てきそうな島です。機会があればぜひ行ってみたいです。食後に旅館の周辺を少し散策しました。東京都心とは思えない落ち着いた雰囲気です。ちょうど紅葉の時期だったので美しいもみじも見ることができました。さて、散歩から帰ってきました。寝る前にもう一度温泉に入ろうと思います。左側が女湯、右側が男湯です。間のこのスペースは休憩するのに使うことができます。このようなアイスのサービスもありました。はい、おはようございます。今閑静な住宅街を歩いてます。これからトトロのシュークリーム屋さんへ向かいます。なんか宮崎駿公認のお店らしいのでとても楽しみです。こちらのお店は宮崎駿監督の親戚の方が開いている洋菓子店です。宮崎駿公認ということで、お店の中にはたくさんのジブリグッズが飾られていました。中でも有名なのがこのシュークリームです。このトトロの耳についている飾りによってクリームの種類が違います。カスタードとか抹茶とかいろいろなクリームの種類がありました。
とりあえずこのチョコを取ろうかな。うわっとか言って、じゃあちょっとやって食べるんですか。じゃあどうやって食べるんですか。韓国やな。韓国やな。そうそうそう、でも切るとしたら真ん中からだよね。さあ、つかの間の一泊二日の温泉旅行も終わります。明日からまた仕事を頑張りましょう。